Thank you.
Yeah.
Thank you.
Stop it!
はい、皆さんこんばんは。わあ、ではですね、そろそろ人数も出揃ったみたいなので、このメンバーで何人ですかね、12人ですね。四季の細道始めたいと思いますと。よろしいですかね、セロテルさん。よろしいですか。準備できてます。テステステス、あ、こんばんは、セロテープでーす。なんか今日は台風が来てるけど、それとは関係なく電車に混乱が見られるみたいで、でもそんな中、なんと12名、ね、参加していただいております。そんなわけで、第94回四季の細道始まります。さあ、1人目 1P 側がほぼ山本チュンリー、 2P 側が中野キャミー。さあ、もうエクサー4が迫ってるので、割とメインキャラで出る方が多いような気がします。クーリガン、さあめくり通って立ち台パンチ。中野さんは確か2ヒットでヒット確認くらいまでいけるので、大攻撃をきちんと振ってますね。さあ、繋がっている。ガードして、はい、今、あれですね、入れ込みで技を出してないのにちゃんと分かるという。さあ、入れ込んでいない。ガードしたらば様子見て投げたり、食
食らっていたらば3ヒットコンボ。素晴らしいですね。素晴らしいですね。2ヒットでヒット確認してますからね。はい、しっかりヒット。あ、いきます。ラウンド1、こんばんは。あ、こんばんは。あ、マイクでかいですね。こんばんは。こんばんは。ちょっと場内チェックしてもらっていいですか。紫の方です。紫。はい、はい、こんばんは。さあ、はい、さあ続きまして、続きまして、ジャンキー対ジャンキー、ザンギ対キャミ。はいはい、ゼロテフさんのザンギと、はい、中野さんのね、キャミですね。中野さんのキャミ。中野さんね、キャミね、ちょっとえげつないぐらい強いですね。アーム強いですよ。半端ないっすよ。半端ないっすよね。もうやばい、やばいっすね。極まってます。あれあれ、行こうよ行こうよ。誰お前さあどうする、さあどうする、さあどうなる銭湯で銭湯で銭湯はどうなるみたいなね感じですね。いやー飛んでしまった。何何言ってるんですか。何がもう一回言ってください。もう一回いいですか。はい、じゃあ仕切り直して、仕切り直しての、そうですね、山本さんの仕切り直しました。第2試合目ということでね、セロテープさんのザンギエフと、はい、中野さんのキャミ、ね、中足がね、やっぱね、で飛ぶとキャノンスパイクというね、対空しっかり出ますね。そうですね、大事なことだからもう一度言います。先頭で先頭。はい、じゃあですね、これどう近づくかですね、ザンギとしては。届かない、飛ぶしかないのか。あれ当たるんですね。ナックルバリアですね。ナックルバリア、これ進めないラボ。どうする、どうする。こっから一気に一歩勝ち。いった、走ったが残り10カウント。いけるんじゃないですか。いけるか。しかし差し込まれてしまった。 あそこで続いて、中野さん勝利で、続いてエクスパー、え、何ラウンはい、続いて入ったのは、はい、ゲートキーパー。ゲートキーパーですね。はいはい、バーサ、いや本当にゲートキーパーです、ね、そうだね、荒川区ではね、有名なね、ゲートキーパーの方ですよね。バーサスの門番の一人です。そう、エクスパーさんね、もう全く勝てなかったですよ。さあ、でかいの入って、しかし、あれ、なんで今大キックなんだ。決め技があれがかっこいいんですよ、あの技が。あの技がかっこいい、なるほど、いいと思います。さあ、また空中通して、もう画面端も、この動き、この前東海戦で、はい、見ましたね、こんな動きね。何人か倒してる人ね。あー、そうですね、この動き。はずさあ、ね、で、中野さん勝利で、続いて友田さん。さあ、いい、この中野さんの猛進撃止めることができるか。お、トモさんも今週もチュンリーを、さあ、エントリー。そうですね、トモさん今回もチュンリー。さあ、でかいの入って、いやいや、でかくないですよ。投げられて投げる方がでかい投げる方がでかいっすね。お互いにこれ一発、はい、嫌な感じですかね。キャッチボールします。さあ、キャノンスパイク食らい投げ、球食らって、さあ離れた、引き直した。しかしチュンリーも、あっと、これはどっちとも死ねる体力。そうですね、一発で死ねますね。死ねます。バコンが決まる。スピンドライブ入れてましたね。着地にスピンドライブ飛んでれば入れるだろうな。どうすかね、ちょっと飛距離ありますからね。あれも、さあリバーサルで出していく。はい、投げて、はい、やはり すごい当てていく。おっと、謎の空対空、はい、パンチですよ、ジャンプパンチ。うわっと、キャノンで切っていく投げを。キャノンが当たる当たる。フーリガン、いやー、これガードしちゃうんですよね。中野さん勝利で、続いて船くん。はい、船くん、はい、じゃあ、中野さんに入るのは、うねくんの龍。
うねりゅう、うねりゅう、おっと大ゴス大昇竜とかき混ぜていく。フーリガンガードしてしまう。危ないスリット、ピオリチだ。逃げ切ったが画面端シンク浮きっぱなし行く。しかし大足空振りに差し込まれる。さあダイゴスから投げ、受け身がない、ラッキーと。レグスライサーガードする。あれ下段なんですよね多分ね。いやレグスライサー、スパイラルアードは下段にならないです。それは存じ上げております。さあ飛び蹴りから投げていく。意外な一撃、でっかいの3段入った。そしてもう瀕死の状態、ゲージがある、キャミー側にゲージがあるため削り死ぬ体力。しかし波動の先を蹴られてしまう。さあ、中野キャミー勝利で、続いてハクさん。さあこの組み合わせは東西戦でも、ね、あったんですよ。キャミキャミ。マジっすか。はい、僕動画勢なんですけど動画あんま見ないんですよ。セットが待ってるわけですよ。どちらかというとお楽しみということで。白いキャミはハクキャミ。はい、スピーガーは、スピーガーは紫のキャミは中野キャミ。中野キャミです。おっとフーリガンがお互いお見合い。スイミング、なるほど。銭湯だけに。銭湯だけに。なるほど。素晴らしい。いやフーリガン投げられちゃいました。さすがですね、はい、この戦闘男湯なんですかね、女湯なんですかね。まあ女湯でしょう難しいところですよね、ちょっとね。女湯じゃないですか。まあ普通の戦闘にあんなこっちはありませんけど、まあ土俵もないですけど、土俵もありませんけどその前に、そうなん、さあ土俵際、土俵際、さあ土俵際、土俵際、あれもう出てましたよ、出てましたよ、足出てましたよ、出てないっすよ、足出てますよ、ほら出てほら出てる、出てますよさあフーリガン脳臭、中足を刺していく。ハクキャミーが一本取り返す。はい、どっちかどっちだかたまにちょっと分からなくなっちゃいますか。そうですね、はい、まあ分かりやすい色で今でよかったですね。入手なりますよね、これね。さあ中野さんが土俵際に出したぞさあどうなる。キャノンスパイクガードしている。しーこれ、おっとジャンプにキャノン当てていく。あー、大足と大足払い。さあ中野キャミ勝利で、続いて瀬尾さん。中野さん何連勝中ですかこれ。中野さんはですね、そっからだとね、まだスコアが出たら分かるんですけど、そうですね、7連勝、あ、6連勝か、6連勝中ですね。なるほど、多分。さて続いては、瀬尾さんのガエル。瀬尾ガエル、はい、この組み合わせはキャミの土着即死組み合わせと言われてますが、体力的には五分ですね。五分、いきなりやられた。あーウーリガン間に合った。ウーリガン、なるほど。これフーリガン反応やっぱできにくいですよね。まあそうですね、てかまあショーパッチなんかポコポコやってくれば落とせる。まあ落とせるキャラは落とせるんですけど、ジャックパンで落とせないキャラもいるんで。まあそうですね、まあ、ガイドだったら落ちる。まあ、まあ、これはさすがにキャミーがきついかもしれない。さあ逃げ切れるか、体力差はかなり、あ、ソニック踏んでしまった。これは逃げ切れますね。そうですね、踏みソニック、いきなりサバー、ね、めくりはキャノンで逃げて、投げられる、投げられる、シャノンスパイク、ナイス。よくわからない攻防戦、試合展開が激しい。キャノンとサマーの打ち合いだ。サマーの反応がすごい。キャノンとサマーの打ち合いだ。打ち合いですね。
しかしスパイクは投げられてしまう。大会中ですけれども、最新情報、さよならエンペルトさんが、式に来るのを諦めたそうです。あ、そうですか。はい、以上です。はい、さよなら、ありがとうございます。さよなら、さよなら、さよならエンペルトさん、さよなら、さよならエンペルトさんということでね。はい、クレジットですね。ちょっと待ってくださいね。はい、すみません、クレジットなかったんで補充しました。中野さんに入るは HP が千本さんのフォーク。はい、あ、フォーク。そうなんですよ。都内今電車止まりまくってるんですよ。会社で。そうなんですよね。都内電車と、あ、火事なの？火災らしいですよ。火災？どこで火災なんですかね。それちょっと分かんなかったですけど。火災臨海公園ですね。なんちゃってみたいな。笑ってる場合じゃないですよ。はい、画面上はですね、笑ってる場合じゃない、フォーク、フォーク対キャミー。これフォーク厳しいですよね、やっぱりね。あ、多分俺気づいたんですけど、フォークって上手い人がやってるからめちゃめちゃ強いだけで、まあそれはどのキャラもそうですよ。キャラ性能、いや、フォークのキャラ性能ってさほど良くない気がするんですよ、実は。まあ、その制作陣はどういう風にどういうキャラになってほしいだろうなっていうのが分かるんですよ。あ、でもスパ2の、リリース時なんかみんなね、ワイヤイガヤガヤしました。昇竜拳とスクリューが同時にあるキャラ。ああ、そうなんですか。そう考えるとすごいワクワクしたキャラだったと。いざやってみると、いざやってみるとね、確かに近づくまでが相当難しいですね。こんな感じ、対策されちゃうと全く近づけない。中野さん勝利で、続いてアテコさん。中野さんすごい連勝。火災都内来ます。そっか、火事か、地震か雷、火事親父っていうけどね。ああ、もう本当にね、なんで火災になったんですかね。そうですよね、台風来てますからね、皆さん気をつけてくださいって感じなんですよ。蒲田大森界隈、そう、あそこら辺だ。中央線と武蔵野線、地震山の手も止まってる。 JR がほぼ死んでるってことですね。プラス地震。さあ、昇竜拳、破天荒さん昇竜拳。さあ、小技が丁寧、確かに小技が丁寧。はい、キャミさ、キャロンで落として、あれ僕のトークじゃなくてキャミの話やって、すいません、調子に乗ってます。寄らされてしまう。いや、失礼しました。なるほど、表先のテクニック、そう、うぬぼれてました、申し訳ない。はい、あるんじゃないか。はい、さあ、アレンゴさんの、1-1 ですね。かなり。さあ、フリガンガードから、おい、離して、これね、着実落としていきたいですね。波動拳、おっと、ダイヤシでガーッと後ろへ飛んでしまった。これ前に飛んだ方がいいなと。おっと、ナックルが入っている。波動拳ナックルが入っていた。中野さん勝利。続いて中島さんお願いします。すいません、中島さんコールお願いします。コールお願いします。野菜ニンニクマシマシチョモランマ。今日は新宿の白いって言ったんですよ。あ、あそこなんかすごい、リニューアルして美味しくなったっていう噂は聞くんですけど。あ、なんかすごいさっぱりしました。ああ。あとなんかトッピングの控えめで学生に優しいな。前はゴミみたいにまずいって言われましたけどね。さあ、続きまして中島さんの竜。竜ですね。中島竜久々見ましたね。そうですね。しかしこの中野さんのフーリガンコンビネーションがえげつない。あれ、これ最後のプレイヤーですね、中野さんね。そうですよね、グラデーション。あれ、中野さん、このカツ卒業。卒業です。全立て、全立てしちゃいました。あれ、ほら、卒業リーチ、卒業リーチかかりました。より伝説の木の下でみたいなね。やばい、卒業式、卒業式の準備。はい、単位が足りている。なるほど、なるほど。まず出席年数が足りない、うん、そういうことだよね。あら、横浜銀杯とは無縁の話ですよね。さあ、ダイヤシネカールのものがあるされてしまい、さあ、レグスライザー。さあ、波動踏んでしまうが、ね、留年あるか、留年あるのか。さあ、抜けていく。おっと、タッチバン落
男の聖剣突き取り返した。中島龍取り返した。空手技使いましたね。そうですね。勝利拳大勝利決まっている。さあ卒業ならずか留年か中野キャミー。ダメ走りさ土俵際の戦いだ。留年は避けたい。留年は避けたい。左足が絡む。さあまあ決勝進出間違いないですよね。間違いないと思うんですけど、ほぼあれですよ、マジック伝統ってやつですよ。あーめくりからあるのか、あるのか、引かれるか、光った。おっとダブル KO、 ダブル KO。 3ラウンド目持ち込まれ、ああ4ラウンド目持ち込んだ。あれ何と相打ちになったんですか。昇竜拳です。昇竜拳、弱昇竜ですね多分ね。ああカノさん強いなと。そうですね、カノさん強いんですよ。困ったぐらい。さあ投げる、投げる。なるほど、これで中野キャミー一周終わったので、はい、卒業となりました。卒業です。いや久しぶりに見ます。見ますね、卒業全立てです。全立て、もう相手がいないです。あ、はい、またですか。じゃあ次山本さんとセロテープさん、楽しみですね。さあこっから2周目かな。こっから2周目っすよね。さあここから2周目ですね。まあ今暫定1位が、あの暫定1位が今の皆さんで、ここからが2周目です。さあ、山本さんのチュンリーと、セロテープさんの、ザンギですね。この組み合わせ、まあ、あやばい、これハマる、ハマる組、フミフミしてる弾を食らう百裂。さあ残機じわじわと攻め、前に前に進んでいって、しっかり決まった。美しい。さあラウンド2、バンシングは使って、さあ足をガードしていく。なかなか前に進めない。上を通したけど、あ、痛いところで食らうからの踏み踏みしたけど、スクリュー。勝ったのはセロテープさんのザンギ。まずは1勝。続きましてエクスパーさんのリュウですね。はい、そうですね、エクスパーさん、リュウ、はい、リュウザンギ楽しい、リュウザンギ大好きな、はい、なんですが、すごいエクスパーさんのリュウがはちゃめちゃな動きをしてるので、そうですね、ザンギの側もかなりやりづらそうです。荒らすタイプですよね、かなりね、はい、あ、かなり、これこそ破天荒みたいな、あれ2代目破天荒。さあさあ真空ぶっ放していく。しかし重ね、同時当てで下段が入る。長州キックからの投げ、うおっとダブラリー、ロケッティアだったが外した。ダブラリーを食らっている。そして最後は安全重ねからのスクリューハメ。まずはセロテルさんが1本、まずは1本、はい、さあ開幕バックジャンプあって、ね、ダブラリー、この距離は勝利で割っていく。割られましたね。さあ大足は投げられて、あれ、エクスパーさんだよ。あれ、それで勝利点出るんですよ。出ないふりしてるだけですから。出ないふりしてるだけ。それは、そうです。なんで、心理戦です。そうっすよ。もう最初から相手に飲まれてますから。玉掛けなんすか、うん、こいつ出ないだろうって思ったら負けですから。玉掛けしてくる理由は、真面目で言う。本当、本当に本当に、ほら。普通にだってリバーサーで出してましたよ、今、勝利点。そうですね。し
難しいそこをスクリューで吸っていく。セロテープ残機勝利。まずは2これで2勝目ですね。2勝目続いて友野さん、友野さん、ね、これでもセロテープさん勝ち進んで決勝出ちゃうとまずくないですか、中野さんと当たっちゃうと。これは気まずいっす、気まずいっすね。探査機が発生するだけですよね、やれてますよ。全く手も足も出せないまま終わっていく可能性があるんで。いや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 、そして友野さん、目が入る。そのテープさんだって、いやいや、あまり今回よろしい印象はしてなかったみたいな。さあ、スクリュー。しかし、地球に優しい。やはりちょっと画面中央だと離れてしまうのが残機の苦しいところ。さあ、空港の次なる接触を必要とする。怖いですね、この前。ああ、やばいね、今回普通だ。ニューエ飛んでいく。ジョイングルダウンダーが投げる、裏から。あ、見事にめくった、勝機を流しました。めくったかどうかわかんないですよね、あれね。裏落ちってことしかわかんなくて、微妙なものですよ。手が、手が基本表なんすよ。大体表ですよ、大体ね。っていう、でも同じだからわかんない。そうなんですよ、ね、当たる方の話ですからね、当てる方じゃなくて。さあさあ、おっと、2ラウンド目なのにガンガン攻めていって、これは取り返した。凄まじい。セロテープさんが2ラウンド目を取り返す。かなりパワフルな立ち回り。これは明日からの台風は逃れられない。逃れました。さあ、さあ3ラウンド目。さあ、あれ、3ラウンド目もスクリューを決めていく。画面端。さあどうする。おっと、上から行った。上から行きましたね。セロテープ残機勝利。続いてですね、うねさん、はい、はい、はい、お願いします。これ、あれですね、セロテープガイルは結構ザンギが好きだって聞いてますけど、中野さん、スイッチをね。セロテープさんはガイルさんが好きなんですか。いやいやいや、逆です、逆です。うねさんがガイル、うねさんがザンギ戦が好き。まあね、こんなにセロテープさんガイル戦好きだったらやばい感じですね。そばっこ対空とか好きですよね、ウネさんは。じゃワンチャンあんのかと思いますが、1、2、3と釣り引く。情報は揃った。さあ、寄らなければいけるんじゃないかと。あ、揃ってきた。乗っていく。この裏剣ね、今も裏剣狙ってたんですけどね、当たらなかったですね、ダブラリ、うん、裏剣にダブラリを当てようとしてる。当てたんでしょうね。スタブとかだったら結構いい感じに当たるんですけど、はいはい、裏剣は当たりにくいのかな、よくわからない。あまりきついですね。きついですね、やっぱり。助けてー。クリットになってしまう。あー、うーん、あー、近づきすぎたか。その難しかった。ハックさん、願える勝利。ハックさん、ハックさん、ハックさん、クレジットも欲しいと。あ、ゼロテープさん、お願いします。クレジッターがね、クレジッターセロテープさん、今日ちょっとあんまり体調良くないんで、ガンガン勢いだけで喋ってますからね。いいと思います。はい、すいません。さあ、ハクさん、2P 側、白いキャミーですね、先ほどと同じ。あれ、白いガイルと白いキャミーですね、これ。確かに。お、これは逃れられない、逃れられな、な、逃れた。おっと、逃れた、逃れていく。ソバットが強い、強い、強い、めくりが入ってる。今ね、ちょっとガードどっちか全然わかんないやつ。そうっすね、はい。あれやっぱあれですよね、どのキャラもめくりかめくりじゃないかって出す方じゃなくて受けてる方の話なんですよね。いや、出す方もコントロールできますよ。あ、本当ですか。ね、高さでコントロール。いや、高さの時もあるし、技出すタイミングの時もあるし。なるほど、なるほど。起き上がり、板で重ねておくと、はいはいはい、キャラが振り向かないから表になる。なるほど。で、ちょっと隙間を上げて、起き上がってからちょっと間を上げて攻撃を出すと、振り返るタイミングがあるから、振り返っちゃうから目振りになるとか、そういうやらしいですね、やり方もありますよね。 DJ とかは結構
深さで変えてたりして、なるほど、そこで変えてるんですか。ガエルがめくるときは結構出すタイミングで変えてるのが多いですね。キャミー、あの多分チュンリーをめくるときはそれが多いですね。ちょっと遅らせて押すか、ビタで押す、重ねるかで多分同じ位置から飛んでも変わる。なるほど。いや僕ね、高めしかコントロールできないと思ってたんで、結構ね出すタイミングでいく、高めに飛んできて低めにまず出せばいいだけなんで。そうですよね。でもそうすると失敗すると逃れられない。あーっと3段入ってる、取り返した。ハックキャミ処理。瀬尾さんは次はベガだったと思いますが、瀬尾さんベガはベガキツキツです。ベガキャミーはキャミーが結構キツキツですよ。3ぐらい、うん、あ、そうなんですか。7-3ぐらい。7-3キャミユリ、ベガユリです。あ、ベガユリ、はい、いや、なるほど。あのベガがね、逃げ足が速すぎてね、でリーチもベガの方が長いと。なるほど、逃れられません。なんか僕の中ではあのダブルに深く刺さっちゃうと、深くはね、刺さらないそういうこと。はい、深く刺さったらダメなのは全てのキャラ、まあ、でも全キャラに対してね深く刺さるとまずいんですけど、機動力が高くてバックジャンプも速く、投げとキャノンの200になっちゃうのかなと。ミドルがきつい。させる技ないですか。ないです。なるほど、遠目から中パンしかないです。これは確定。なるほど、得意の中足もダメなんですね。ダメなんですよ。なるほどですね。武器をなくしたキャミーですね。じゃあ本当にきつい、最大の武器を。そうで、スパイラルも今めり込んだけど、めり込まなくても、はい、キックで反撃確定なんで。なるほど、そっか、カニが長いのか。なるほど、ね、2本とも攻め手がなしという。セオベガが取りまして、はい、勝利ということで、続いて千本さん、2キャラ目は何だったんだろう。ベガかな。ベガですね。ベガ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 ですね、これ。さあベガベガ面白くないっていう人もいますが、まあ、ユーベガさんはつまんないって言ってましたなるほどなるほど。さあしかし、なるほどですね。これは5段決めていった。まあ明確にハメ行動が存在するので、まあ、そこにどうやって持ち込むかどうか。これは確定してて、ベガベガってめくりはどうなるの。触れるんですか。触れないかもしれない。全部表かもしれないですね。可能性がなんかありますよね、はいはいはい、突っ込んでいって、これは投げられない。さあ専門ベガがを返す、踏んでいって、しかしスパコンもある。セオベガの守りが固かった破天荒さん。セオさんのベガが2本取りましたね。続いて破天荒さん。さあセロテープさんが多分4人抜き、 5かな、5ですかね、3か、はい、セロテープさん3ですね。3ですね。でこれで3人目なんで並びますね、初と。そうですね、はい、うまい対空しているこの男。買って取って安全マンだった。あれツイビットになってないんですね今。まあガードからだった。あ、ガードから、はいはい、ごめんなさい、2発入ってるように見えてる。さあ一応竜がいけるらしいが難しい。破天荒さんはね、がっちりやるタイプなんで。そうですね、がっちりやっても強いし、荒らしてもいけるという。そうですね、組み合わせみたいですね。荒らしたら竜の方が多分強いんじゃないですか。そうなんですよ、荒らし行動が強い。そうなんですよね、竜巻が強い。ただベガ10割がありますからね。おお、うわ中断。こういう形でね、入れば殺せると。ビオルとは思わなかったけどビオルンですね。さあセオベガ勝利。中島さん、中島さん、中島さんお願いします。中島さんは多分ガエル。中島ガエル、多分ガエル、やはりガエル、はい、ガエル、ガエル、ガエルがいましたね。そうですね、すいません、言いたかっただけです。これで3連勝しているので、はい、これで勝てば4連勝なので決勝進出ですね。セロ様抜きは確定ですね。はい、そうですね。まだわからない、中島さんが頑張る。さあバックジャンプで、さあそっちに出る。うおー、飛んできて、これは暴れてアッパー潰れない、裏切らないぞ、裏切ら
投げてそばとらばれる。うまい。これはドンピシャだった。ナイトメア同時に打ってしまった。これ、まあ、勝負どこだったんだね今ね。若干ガイル有利なんじゃないですか。難しさがねちょっとありますけど、まあ、若干ガイルみたいな。そんなところですよ、まあ、いい勝負なんですね。結構ね噛み合いなんだよねやっぱ。うまい。ずらしてスタブ動きたいところですからね。これはサマー溜まっていたぞ。めくりがガードしてる。あーっと、なんでっとすごい速いタメが。さあレンガにならないところで、あー上から裏切りセーフ。しかしソニックさん削りに来た。突っ込んでいく。危なかった。意志のソニック踏んでいいところで飛んでくる。しかし中島ガエルもサマーめくりが当たる。入った。ガードだが2ターン目入らず。うわー、わからんわからんわからん。ガードできている。しかし画面端はつらいぞつらいぞ。スタブで切り返す。ミドルキックお前だけじゃないんだよと。うまい中継で。しかしまたゲージがある。届くと中垣内。おうまい中継スラスト。これは意志のソニック。ソニック中島ガエル勝利。さあ、続いて中野さんですね。中野さん2キャラ目はホンダですかね。さあここで中野さんがどちらで決勝進出したいかっていうところもありますよね。まあでも今のところ2番に多いのが3勝のセロテープさんなんで、当てるにはキャミーでもホンダでもいいというね。中野さんとしてはどちらでもいいが、ここのガイルが厳しい。さあここから中島ガイル。これホンダ厳しいですね。だいぶさあこれ中野さんがもし万が一負けてしまったときは中島さんの連勝数を伸ばす試合が発生しますので、おっとあるのか。ゼロドットからソニックが当たってしまう。ガードかもしれない。さあ中島ガエル勝利。あとは、この中島さんがあと3回勝てば、少なくとも2回勝てば3勝で並ぶと。セロ様、セオさんと並ぶ。2回勝てばいいんですね、あとね。山本さんとエクスパーに勝てば少なくとも3で並んで、友田さんだったら終わり。だから友田さんが負けたら終わりですね。友田さんまでは確実に時間と関係で2位確定したところで。なるほど、はい、はい、時間の都合上ね、はい、お家帰れるかって困る。確かに。お、これは出て気のせい気のせい。実際むずい。切り返して暴れない。うー暴れる。痛い痛い。チューチュー痛い痛い。サマーが当たってめくりが当たらないが悪くはない。気づけば体力をリードしている中島ガエル。当たらない。投げる。暗い投げできず。デビッドさん、デビッドさん、はい、エクスパさん、エクスパさん、はい、ゲートキーパーエクスパ。さあここでワンチャレンジ。中島さん勝てばワンチャレンジ、勝てば3勝ということで、ね、さあいけるかな。さあエクスパさんの竜とこれがちょっと4連勝か、そうか。
そうですね、瀬尾さん、中野さん、ほぼ山本さんに勝ってるんで、そうですね、今3連勝目なんで、とか言ってたら、これでスパー勝てば、うわー、何かをしている。さあ、はい、さあ、エクスパーさんが先制していく1本目を、これはしっかりお釣り取って、しかし投げる、中足にドンピシャ荒らしていくガードして、うん、まあまあいいでしょう、荒らしていく、こうなると離れるとガイルペースですよね。遠くにいるときはね、エクスパー結構普通の動きになるんで、あ、面白みがない、そう、これぐらいになると、これぐらいになると、そう、エクスパーっぽさが出るんですけど、そうですよ、端端ぐらいだとなんか普通になんか安全な波動拳とか打ち出すんで、らしくないですよ、そう、こういうことをしてほしい、そうですよね、端端でもこういうことをしてほしい竜巻で端端で無意味な行動をしてほしい、無意味な竜巻突然垂直ジャンプとかしてほしい、意外とこうね、なんか中波動とか打ってみたりして、ハジハジだと機械を伺ってるんですね。さあ、カマ、うん、落とされる、竜巻多めですね、これは死んでしまう、投げられた、中島さんが4連勝ということで、帰る4連勝、お見事、じゃあこれでとりあえず決勝進出ということで、はい、よろしいですか、あれ、はい、じゃあ決勝はですね、中野さん、キャミー7連勝、中島さん、ガイル4連勝ということで、HP 側が中野さんのキャミー10連勝、なるほど、失礼いたしました、中野さんのキャミーは10連勝でした。で、2P 側が中島さんのガイルですね。はい、じゃあ3先でお願いしますといったところでもう始まっていますが、もうね、早いもんで、こう1回で、今回ですね、94回となりました、四季の細道。さあ、1ラウンド目を先制していくのはどちらだ。今、キャミー、球持ちには厳しいですからね、ちょっとね。さあ、まで切っていく。1ラウンド目、先制は中島がいる。あるさあ、飛んでいく、投げる、受け身、フーリガン、さあ、画面端、おっと、中足を刺していく、ジャンプから、からジャンプから中足、ガンダーがガードしてる、めくりから4段、身を見ていない、ガクガクしてダブルサマーを刺した形、きっちり送れる、1本目は中野キャミー勝利。1試合目、中島がいる。
リーチですね。さあ中野さん頑張ってほしいところ。キャミーですね。キャミーなんですかね。あーでもまあうん。さあ上から。あ踏まない踏まない踏まないが裏剣。今のは悔しそう。今のは出てれば先制されたので、中島がいる。これでリーチ。フリガン、フリガン。さあ、まあ、めくり食っている。中島のめくりは大きい。体力差がだいぶ開いてしまった。かなり踏み込んだが、ソファニックが当たる。サイバーソニック。優勝は中島さんのガイル、おめでとうございます。一言だけおめでとうございます。おめでとうございます。インタビュー一言お願いします。中島さんはエクサーとかは出られる、はい、気分次第で。なるほど、はい、あれ、アッセン、当日アッセンあるんでしたっけ。アッセンというか当日エントリーもありますね。確か あります。なるほど、あのエクサー4ですよね。はい、事前エントリーは今日の12時まで。今日の深夜まで。本日事前エントリー今日までなので、この場でチーム決まってない方は組んじゃってエントリーしてください。さっきなんかオレンジ色の竜の人が出たいって言ってましたね。あー、リスイさんですね。この場にいるオレンジ色の竜の。あ、失礼しました。いましたっけって思っちゃった、はい、なるほど。あれ、セルテムさんは出られるんですか。これはちょっと、諸事情により。あれ、その方で誘われてたのではなく、ではなく、ではなく。なるほど、はい。まあそうですね、あとまあ今日の本当にあと1時間半ぐらい、1時間20分ぐらいでエントリー締め切りなので、そうですね、はい、早めに。そうですね、南浦和の、ビッグワン、ビッグワンセカンドですよね。はい、はい、ね、X は今年2回目ですよね。春先にやりましたよね、確か。あ、そうそう、なんかね、うん、年2回ある大会もあるようなないような感じの。はい、そうですね。ってことは今年大会が年5回あるってことでね。まあ、その、うん、まあ他もいろいろありますか、その、はい、ね、まあ、関東だけじゃありませんし、関東でもいろんなところでやってますから。そうですよね。あれですけど、まあ、まあ、平たく言うと、SF ん SSF2X.com ネットドットネットのとこに書いてある大会だと。そうですね、そうですよね。いつも例年より1回多いのかな、ね、ええ、そうですね。ごめんなさい、それ以外の大会がね、地方行かないんであんまりよく分かってないっていうね。まあまあ、まあ、申し訳ないです。そうですね、それはないがしろしちゃいけないというか、ね、はい、
我々の行ける範囲が、はいはい、そうですね、申し訳ない、行動範囲が狭くて申し訳ない、はい、もうちょっと、あれちょっと、おじさんなんかおじさん今日お金払ってないからこれダメだ、はい、謎のチュンリオさんが画面上やっております。さあ、でも交通事情どうなってるんですかね、ちょっとね、ちょっと不安ですね、そうですね、皆さん、遊んでてくれるのは嬉しいんですが、自己責任で、そうですね、くれぐれも、はいはい、電車もそうですし、レストラン模様もあれなので、そうですね、台風も来てますし、はい、まあ、全然違う理由だったみたいですね、電車のね、遅延なり、止まってる理由は。もともとの前回の台風による、なんだろう、送電線の、ああ、不良みたいな感じなんですかね、はい、なんか潮風で、海があり。潮風が吹いてどうたらこうたらプラス地震でいろんなところが止まってるみたいな感じ、そうですね、バタついてますね、だった感じですよね、はい、まあ皆さんね、帰れる方は気をつけて帰っていただいて、帰れない方は、帰れない方は X ずっとやってればいいんじゃないですか、でも一応ほらお店閉まっちゃうから、ああなるほど、はい、あ店の前並んでればいいんじゃないですか、明日の開店待ち、開店待ちで、はいはい、すごい午後ですよねここね、開店はいありますからね、はい、場合によっちゃ、まあ、まあまあネットカフェとか、そうですね、朝までスリーカフェとか、はい、そうですね、そうしていただいて、さあじゃあ今日のところはこんな形で大丈夫ですかね、そうですね、はい、じゃあ2018年10月5日、第94回四季の細道ですね、優勝は中島さんのガリでした、おめでとうございます、おめでとうございます、あと何か特にないですか、そうですね、草の他は、あとはまあ俺の言うことじゃないか、まあ、あれその後深谷が、翌週は深谷の対戦会があったりとか、まあそうですね、ありますね、まあ我々の分かる範囲、行ける範囲とかでも結構いろいろ把握もしてないですけどね、自分は申し訳ない、あそこはあそこで結構楽しいですよ、なるほど、はい、環境は良さげですよね、なんか写真とか見させてもらったら、そうですね、古いゲームとか好きな人とか、はい、なのかしら、じゃあそんな感じで、はい、すいません、じゃあ今日はありがとうございました、ありがとうございました、お疲れ様でした、はい、失礼します、Round two, fight!
Yeah!
ー